堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて空の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる空の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。急げよ、おい早く来い。どうかしましたか？何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの？あいつらマジかよ。キル、これすぐ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。
さっさと落ちまくれ。渋沢、どっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよ、だ彼女が不安がある。伏せ！それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた、怪我してないか？痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分、あの人を知っています。え？やっぱ、気づいてたんだ。織田、動くな、桐生。動くなっつってんだ。何してんだお前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だから、お前らには死んでもらうしかねえ。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチャオ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は、俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。
渋沢さん、女どこだ。わかりませんよ。もう橘を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに、もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな、お前もだ。本当バカみたい。私それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんかひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私カムロ町に行きます。兄に
絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、桐生さん。